アムールスク市の紋章アムールスクは、ロシア極東のハバロフスク地方に属する都市。アムール川の下岸にあり、上流に位置するハバロフスクからは北 230km、コムナアムーレの南へ 45km。市の西にはパダリコがある。人口は2002年全ロシア国勢調査で47,759人。新潮時代は、フートールザトと呼ばれていた。 アムールスクの町は1958年6月19日に建設された。近くにはもともと7位人の村パダリがあるが、その近くに大型のパルプ工場の建設が始まり、その従業員の町として建設されたのがアムールスクで最初から都市型集落の地位を得ていた。市に昇格したのは1973年である。1959年に3500人だった。 人口は1989年のソ連国勢調査では58,395人にまで達したが、ソビエト連邦の崩壊後人口は減少し、2008年での推定人口は4万6,000人ほどになっている。周囲は、信用樹林が多く、アムールスクとその周辺では、セルロース製造及び、製紙のほか、化学工場や製材工場などが主な企業となっている。 他に、機械工業もある。街には、博物館や、植物園なども揃う。アムールスクは、アムール川水運のほか陸上交通の便もよく、ハバルフスクからコムソモリスクナームーレを経て、ジェムギ空軍基地へ向かう、鉄道路線やコムソモリスクナームーレからの道路も、通っている。ありがとうございます。